鉄道総研 LH02 系電車 ETA176 西ドイツ国鉄の ETA150 シーメンスアビニオ蓄電池電車とは動力源に蓄電池から供給される電力を用いる電車蓄電車と略されることもある非電化路線では従来は内燃機関を搭載する機動車が主流だったが近年では技術革新により蓄電池や パワーエレクトロニクスの性能が向上したため、徐々に世界的に増えつつある。蓄電池電車の歴史は日本国内では浅いものの、世界的には古くからあり、19世紀にはすでにドイツ、イタリア、フランス、アメリカ、イギリス等の各国で試験が進められ、一部では営業運転が実施されていた。その後、内燃機関の性能向上により、 ロンドン地下鉄の保線車両等一部を除いて一時期、捨てれていたものの、近年の蓄電池、パワーエレクトロニクスの高性能化に伴い、徐々に増えつつある。従来の電車と同じだが、台車は蓄電池が搭載される分だけ重量が増すので、より頑丈に作られる。現在は交流誘導電動機が主流だが、より効率の高い永久磁石同期電動機も選択肢としてある。 主に VVVF インバータ制御が用いられる。回生ブレーキを備えることにより、制動時に運動エネルギーを電気エネルギーに変換して蓄電池に充電可能。従来の電車や機動車と比較して以下のような特徴が挙げられる。一時は試験運行の段階だったが、近年では営業運転が各地で実施される。 宮崎交通では1950年から1962年の廃線まで鉛蓄電池を電源とする蓄電池電車を使用していた。国鉄のキハ4万系機動車を3両譲り受け、蓄電池電車に改造したもので、南宮崎駅内海駅間の約 20km の区間を一往復するごとに、万重電済みの電池と交換し走行していた。 鉄道総合技術研究所は1999年に河川と車載蓄電によるハイブリッド電源系電車の研究開発を開始した。これは、河川のある区間では、河川から終電して走行しながら、車両に搭載された蓄電池に充電し、河川のない区間では充電した電池の電力により走行するというもので、これ以降、この方式による蓄電池電車の開発が進められ、 2010年代に入り実用化されることとなる。鉄道総合技術研究所が当初手掛けた河川蓄電池ハイブリッド電車は路面電車系の車両であり、市街地に河川のない区間を設けてその区間を蓄電池で走行することなどが想定されたもので、2003年8月に豊橋鉄道も3300型を改造した試験車、リッチイ、トラミイを製作した後、 2007年に LH02 型を試作し、試験運転が実施された。また川崎重工業では、ニッケル、水素蓄電池を使用した河川蓄電池ハイブリッド電車、スウィモ、スウィモ X を試作している。路面電車系のハイブリッド電車については日本では、今のところ実際に採用された事例はない。一方、 東日本旅客鉄道では2009年に雲モ E995 から1をハイブリッド方式に改造して試験を開始し、その後営業運転用の EVE301 系を製造、2014年3月にカラス山線で営業運転を開始した。河川蓄電池ハイブリッド方式としては、これが日本初の営業用蓄電池電車となった。 他に2011年2月7日から14日にかけて西日本旅客鉄道が223系2000番台1編成を使用して試験走行を行っている。JR 東日本の雲屋 E995 から 1EVE301 系や JR 西日本の試作改造車は直流系であるが鉄道総合技術研究所では2012年度より 九州旅客鉄道と共同で交流系の河川、蓄電池ハイブリッド方式車両の開発に着手し、817KV114 編成を改造し、試験を実施した。その後これを量産化したベック819系が2016年10月に、筑豊本線で営業運転を開始した。また JR 東日本でも同一方式の EVE801 系を、 導入、2017年3月から、小賀線で営業運転を開始した。なお、JR 東日本では、非電化区間の終点にも、合体河川を用いた、急速充電設備を設置し、充電を行っている。かつて鉛蓄電池を電源とする ETA150 や ETA176 が運行されていた。2018年ボンバルディアは、 タレントさんの基本型で製作された蓄電池電車を発表した。この電車は電車線の区間では既存の電車のように終電装置で走行し、非電化区間ではボード型蓄電池から電気エネルギーを取る。電車が再び電化区間へ進入すると蓄電池は電車線を通じて充電される。最初に電車はバッテリーで4 0トル走行されたが、 後に走行距離が 100km まで増加すると予想されている。シュタットラーレールも2018年、フラートの蓄電自転車を発表した。時速 160km で距離 200km を走れる蓄電池特急が計画される。オーストリア連邦鉄道は、シーメンスモビリティと共同で、デジロ ML の基本型で製作された蓄電自転車を開発した。 ドイツの場合と同じ蓄電池充電方式で、この電車はシティジェットエコーと命名されている。2015年379系電車のエレクトロスター1編成にリチウム蓄電池が装着され、運輸営業はメイフラワー線で始まった。この電車は約 97km まで走行できて、電車線区間の、そして回線ブレーキの電気エネルギーで蓄電池は充電される。 試運転は同年1月から2月まで行われた。ネットワーク鉄道はこの車両と後続モデル車両を独自的に動力を受ける電車と命名している。ありがとうございます。